さん、プロスピをやってて、一度はこう思ったことありませんか？このタイミングでストライクゾーン消えんの？って、そんな皆さんのお悩みを解決するために、やちゃお、動きます。それではね、ランク戦やっていきましょう。対戦よろしくお願いします。まさかね、初めての手元動画が、こんな奇抜な内容になってしまって本当に申し訳ございません。さあ1球目、インズバストレート。マッキーの黒い線でね、何にも見ませんでしたね。普段僕はあそこ得意コースなんですけど、さあこれは外角引っ張ってしまいましたね。これは悪いで、ちょ、待ってストライクゾーンずれちゃってるから、この黒い枠何じゃ、なんかあれですかね、右バッターとストライクゾーンの間、この懐の深さを示すなんか黒い四角い枠になっちゃって、いやそうかそうか、右バッターと左バッターでストライクゾーンの位置って変わんのか。いやー、まあこうやってね、挑戦をすることで新しい発見ってね、ありますから。いやこうなったらね、もう普段のバッティングと変わらないんで本領見せていきましょう。あ、ナイスバッティング。いや今はマイコース来ましたね。ナイスバッティング。さあストライクゾーンが合う左バッターやってまいりました、柳田選手。そうか、右バッターと左バッターってストライクゾーン違うんね。 OK、 ナイス選球が。
やかなりねこのマッキーしか勝たんといったね、状況ですけれども、まあまあまあ外角引っ張っちゃってますね。なんとなくダサすぎるというか、あそこをね流せるバッターに皆さんなっていきましょうね。さあ田村さん、ちょっとね流し打ち意識していきたい場面でいいバッティング、中間真っ二つ。これがねお相手はですねランク戦なのでかなりねフレンドリーな方、コミショやっちゃおう、ちょっとワンテンポ置いてねどのスタンプを押すか悩んだ末にナイスプレート、素晴らしい、こうやってねプロスピ界隈スタンプで盛り上がってくれると嬉しいんですけれども、続いて王貞治、世界の王バッティング見せてくれよといった場面、左でね、カーソル合ってるんでここは期待ができる場面なんじゃないでしょうか。さあ狙い球が来るか、いいですね、いやナイスバッティングです。今ねちょっとスタンド入れたかったですけどね、まあジャストミートしてるんでなかなかいいバッティングと言えるんじゃないでしょうか。さあ1裏なんでね5点取ればコールドといった場面、もはや、この右、左ですか、黒い枠何を示しているんだと、ここからねもし手元動画だけ見に来た方からすると何この画面といった意味不明な画面がちょっと表示されちゃってますけれども、ぜひねちょっと手元動画として、参考にしていただけるといい流し打ち、これですよこれこれ流し打ちね、まあ今の完全に振り遅れただけなんですけど綺麗に決まったんで、まあでも多分あれじゃないですか、意識というか流し打ちの意識としては多分バッチリな、バッティングができていると思うんでぜひ参考にしてみてください。さあ丸さん試合を決めちゃってよろしくお願いします。結構あれですね、お相手ボール球が先行してるんで狙い球絞っていきましょう。さあファールといえどね、ストレートを振り遅れちゃう方って時結構ね、まあ勝っちゃうとダメなんですけど、さっきのあれストレートの打つ意識はね、僕の、ファールの打球参考にしてみていただけると嬉しいですね。若干意識早めでいいんですよ。で最後阿部さん、ここちょっとね一発出ればさよならといった場面、男阿部決めてくれとナイス流し打ち、これは超えるでしょう。さあ対戦ありがとうございました。よくこの画面で勝ちましたね、我ながら拍手を送りたいです。お相手ずっとねナイスプレーで褒めてくださりありがとうございました。ここまでのね動画が少しでもねおもろいな思っていただければ、皆さんチャンネル登録高評価で僕の YouTube 活動を応援してくださると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。